背中に乗るんですかね、こね、こうめでてきます、今日は。本日はですね、猫好きが高知でですね、ちょっと YouTube スタッフの方に猫をめでたいと話をしたところ、小三昧さんにですね、今日はお邪魔しております。うん、ほら、そうだろーって言ってるでしょまあ、いわゆる猫カフェ的なちょっとお店なんですけども、ほら、もうこれを、いわゆる見ててくださいね。ほら、もう集まってきますから、こうやって。あ、猫ホイホイですね。そんなわけで今日は猫に揉まれて、まさに名前通りの猫三昧を堪能していこうかなと思っております。ちなみに、こんだけ説明してたんですけど、 PR でもございません。もうただ単に僕が猫をめでたくて来た次第でございます。あ、すごい楽しい。一番だったんで、あ、すごい猫だね。もう一瞬で集まるので、けいちゃん、今日貸し切りにしてくださってるみたいですね。ありがたい。おめでとうございます。楽しんでください。そもそもいろんなところからね。ね、16分の覚えきれなさそうだったね。出すね。私は興奮気味なんですよね、僕今。キちゃん、猫カフェとか来るんですか？あれ、多分初めて。人生、猫好きだけど、猫カフェっていうのはね、行ったことないし、やっぱ猫疲れちゃうんじゃ、疲れてんじゃないかな、猫ちゃんたちと思って、なんとなく行けてなかったんだよね。飼ってたりはしたんですか？飼ってもいない。実家でも？子供の頃、隣の家の人が飼ってて、その猫が声をかけると、バシャーってどっかともなく出てくるっていう。すごいね、君たち。ね、ハンターだから、キラちゃん。ピンとしてますね。ね、なんかね、おしゃれな顔してますよ。可愛いですね。ここでのわかる。ほらちょっとしゃくれんのよ。こんにちは。カメラに興味しましてきたんよ。あ、ちょっと仲良しよ。ここで寝たい。悪いとすぐ逃げちゃうので、しっかり持ってあげてください。わかりました。むずくち、抱っこできてない、むずくち。ごめんね、むずくち。あ、痛い。よし、なんかすごい持ち方になっちゃった。よし。難しいだな。ぐるぐるいってる、ずっとなんか。多分、すくえばいいのかな。だ、ほら、あ、すごいね。大きい声出ちゃった。あら、あ、すごいね。ちょっと待って、皆さん、ちょっと待ってよ。すごい。痛い。よかった、爪切ってもらっといて。すごいですね。伸びた。ちっちゃいからだけど。食べたくさんされたから。よし、君たちも食べよう。あ、
左手の根元後ろから狙ってるやつがいる。よし、立ち上がるからちょっと待ってくれ、君たち。じゃあ、続いて俺はここにチュールがこぼれましたね。よっしゃ、よっしゃ、この目標を覚えるのパッチ見は、あ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 、すごい、これは埋めないと感じない。痛い痛い痛い、背中に乗るんですかね、これ分かった、そこで食べなさい、君は。ほら、あ、ちょ、ちょ、ちょ、食べてるよ、食べてるね。雑技なんだよ、僕今どう見ても。あ、ほら、喧嘩しないの、君たち。よしよしよし、すごいです。豆腐見ても我関節だけど、豆腐取った。あ、色変わってるかしら。大物顔、どうですか、変わってかしら。え、え、分かった分かった、前も欲しいんだね。あ、ごめんごめん、みんなごめんね。痛いの、分かった、目大事してくるね、君たち。ほら捕まってんの、あ、行くべっちゃ、あ、喧嘩しない。よし、分かった、あったかつ、よし、もう次に乗る。お、また乗ったな。乗るねー、ふんふん言ってんねー、乗り慣れてるねー。どうですか、はみ出た。お、もうないよ、もうないのよ。よし、もうないけど乗るのか。乗りたくなっちゃったんだね。重たいんだ、シャンタは。また刺さる。